ラグビーのテストマッチ、リポビタン D チャレンジカップ2023、パシフィックネーションズシリーズ、札幌ドームで日本代表と対戦するサモアが21日、本番会場で前日調整を終えた。ヘッドコーチは、札幌ドームは素晴らしい施設。明日、プレーをするのが楽しみ。可能であれば、このドームをサモアに持って帰りたい。エアコンをつけてくださって、ありがとうございます。日本代表に対してベストゲームをしたいと意気込んだ。ええな。写真は人工芝っぽいけど練習だからやろか。本番はどっちなんやろな。天然芝やな。テイクアウトしてもらおうや。夏の甲子園は札幌ドームでやればよくね。甲子園やと熱中症でそうやし。サンキューサスも。あのテカテカ銀色なら真夏の直射日光を反射してくれていいかもしれんな。手荷物扱いでいいか。人工芝でやったら全員行くやろ。なんか変だな。もちろん365日試合してくれるよね。よかおめ。クールかな。平日に観客2万人以上マストな。夏の期間だけ所沢に欲しい。大丈夫なんか、ペラ芝で。飛行機に乗るかな。人工芝でラグビーやったら死ぬだろ。ラグビーはサッカーと同じく天然芝らしい。サツドは外に天然芝のフィールドがあって、試合の時とかは中に入れるんよ。こっそりサッカー用の芝使ったら？エアコンつけてくれてありがとうって、ドームなんやから当然やろ。よりにもよってラグビーってわら、全員怪我して終了や。サッカーやラグビー界から天候気にせず使えるって大好評なら、バラして輸出しろ。札幌市長と職員もセットで引き取ってくれ。持って帰ると漏れなく札幌市の天下り社員と、法外な利用料を取られるのでやめた方がええで。札幌ドームの人工芝は野球には不人気やけど、サッカーやラグビーには向いてるんかな。札幌ドームは大赤字を少しでも解消するためにも、首都圏に集中しすぎのリーグワンとか、ラグビー誘致に力を入れるべきや。